黄金風景。太宰治。海の岸辺に緑なすかしの木、そのかしの木に黄金の細き鎖結ばれて、プーシキン。私は子供の時にはあまりたちのいい方ではなかった。女中をいじめた。私はのろくさいことが嫌いで、それゆえのろくさい女中をことにいじめた。おけいはのろくさい女中である。りんごの皮をむかせてもむきながら何を考えているのか、二度も三度も手を止めて、おいとその都度に厳しく声をかけてやらないと、片手にりんご、片手にナイフを持ったまま、いつまでもぼんやりしているのだ。足りないのではないかと思われた。台所で何もせずに、ただのっそり突っ立っている姿を、私はよく見かけたものであるが、子供心にも薄みっともなく、妙に勘に触って、おいおけ、日は短いのだぞ、などと大人びた、今思っても背筋の寒くなるような非道の言葉を投げつけて、それで足りずに一度はおけいを呼びつけ、私の絵本の寛平式の何百人となくうようよしている兵隊、馬に乗っているものもあり、旗持っているものもあり、銃になっているものもあり、その一人一人の兵隊の形をハサミで持って切り抜かせ、不器用なおけいは朝から昼飯も食わず、日暮れ頃までかかって、やっと30人くらい、それも大将のひげを片方切り落としたり、銃持つ兵隊の手を熊の手みたいに恐ろしく大きく切り抜いたり、そうしていちいち私に怒鳴られた。夏の頃であった。おけいは汗かきなので、切り抜かれた兵隊たちはみんなおけいの手の汗でびしょびしょ濡れて、私はついに癇癪を起こし、おけいを蹴った。確かに肩を蹴ったはずなのに、おけいは右の頬を押さえ、ガバと泣き伏し、泣き泣き言った。親にさえ顔を踏まれたことはない。一生覚えております。うめくような口調で途切れ途切れそう言ったので、私はさすがに嫌な気がした。そのほかにも、私はほとんどそれが天命でもあるかのようにおけいをいびった。今でも多少はそうであるが、私には無知なろどんのものはとても堪忍できぬのだ。おととし私は家を追われ、一夜のうちに休泊し、巷をさまよい、諸々に泣きつき、
その日その日の命つなぎ、やや分筆でもって自活できる当てがつき始めたと思った途端、病を得た。人々の情でひと夏、千葉県船橋町、泥の海のすぐ近くに小さい家を借り、自炊の保養をすることができ、毎夜毎夜寝巻きを絞るほどの寝汗と戦い、それでも仕事はしなければならず、毎朝毎朝の冷たい1合の牛乳だけが、ただそれだけが奇妙に生きている喜びとして感じられ、庭の隅の橋竹灯の花が咲いたのをメラメラ火が燃えているようにしか感じられなかったほど、私の頭もほとほと痛み疲れていた。その頃のこと、戸籍調べの40に近い痩せて小柄のおまわりが、玄関で帳簿の私の名前と、それから不精ひげ伸ばし放題の私の顔とをつくづく見比べ、おや、あなたはのお坊ちゃんじゃございませんか、そういうおまわりの言葉には強い故郷のなまりがあったので、そうです、私はふてぶてしく答えた。あなたは、おまわりは痩せた顔に苦しいばかりにいっぱいの笑みをたたえて、いやー、これはそうでしたか、お忘れかもしれないけれど、かれこれ20年近く前、私は K で馬車屋をしていました。 K とは私の生まれた村の名前である。ご覧の通り、私はにこりともせずに応じた。私も今は落ちぶれました。とんでもない、おまわりはなおも楽しげに笑いながら、小説をお書きなさるんだったら、それはなかなか出世です。私は苦笑した。ところで、とおまわりは少し声を低め、おけいがいつもあなたのお噂をしています。おけい、すぐには飲み込めなかった。おけいですよ、お忘れでしょう、お宅の女中をしていた。思い出した。ああと思わずうめいて、私は玄関の式台にしゃがんだまま頭を垂れて、その20年前、のろくさかった一人の女中に対しての私の悪行が一つ一つはっきり思い出され、ほとんど座に耐えかねた。幸せですか、ふと顔を上げて、そんな突拍しない質問を発する私の顔は、確かに罪人、被告、卑怯な笑いをさえ浮かべていたと記憶する。ええ、もうどうやら、屈託なくそう朗らかに答えて、おまわりはハンカチで額の汗を拭って、かまいませんでしょうか、今度あれを連れて一度ゆっくりお礼に上がりましょう。私は飛び上がるほどぎょっとした。いいえ、もうそれには。と激しく拒否して、私は言い知れぬ屈辱感に身もだえしていた。
けれどもおまわりはほがらかだった。子供がね、あなたここの駅に勤めるようになりましてな、それが長男です。それから男女女、その末のが8つで今年小学校に上がりました。もう一安心、お稽も苦労いたしました。なんというか、まあお宅のような大家に上がって行儀見習いしたものはやはりどこか違いましてな。少し顔を赤くして笑い、おかげさまでした、お稽もあなたのお噂始終しております。今度の高級にはきっと一緒にお礼に上がります。急に真面目な顔になって、それじゃあ今日は失礼いたします、お大事に。それから3日たって、私が仕事のことよりも金銭のことで思い悩み、うちにじっとしておれなくて、竹のステッキ持って海へ出ようと玄関の戸をガラガラ開けたら、外に3人、浴衣着た父と母と赤い洋服着た女の子と絵のように美しく並んで立っていた。おけいの家族である。私は自分でも意外なほどの恐ろしく大きな怒声を発した。来たのですか？今日私はこれから用事があって出かけなければなりません。お気の毒ですが、またの日においでください。おけいは品のいい中年の奥さんになっていた。八つの子は女中の頃のおけいによく似た顔をしていて、薄のろらしい濁った目でぼんやり私を見上げていた。私は悲しく、おけいがまだ一言も言い出さぬうち逃げるように海浜へ飛び出した。竹のステッキで海浜の雑草をなぎ払いなぎ払い、一度も後を振り返らず、一歩一歩地団だ踏むような荒すさんだ歩き方で、とにかく海岸伝いに町の方へまっすぐに歩いた。私は町で何をしていたろう。ただ意味もなく活動小屋の絵看板見上げたり、呉服屋の飾り窓を見つめたり、チェッチェと舌打ちしては心のどこかの隅で、負けた負けたとささやく声が聞こえて、これはならぬと激しく体を揺すぶってはまた歩き、30分ほどそうしていたろうか。私は再び私の家へ取って返した。海岸に出て私は立ち止まった。見よ、前方に平和の図がある。おけい親子3人、のどかに海に石の投げっこをしては笑い興じている。声がここまで聞こえてくる。なかなか、おまわりはうんと力を込めて石を放って、頭の良さそうな方じゃないか。あの人は今に偉くなるぞ。そうですとも、そうですとも。おけいの誇らしげな高い声である。あの方はお小さい時から一人変わっておられた。
目下の者にもそれは親切に目をかけてくだすった。私は立ったまま泣いていた。険しい興奮が涙でまるで気持ちよく溶け去ってしまうのだ。負けた。これはいいことだ。そうならなければいけないのだ。彼らの勝利はまた私の明日の出発にも光を与える。いかがでしたでしょうか。裕福な家に生まれ、下の者を見下し、人としての自分を見失った主人公。お金はなくても結局幸せを手に入れたおけい。とどのつまり、幸せとはお金ではないのだと思わせられた作品でした。皆様はどう思われたでしょうか。面白かったと思われたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた、次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。